今シーズンは、左ピッチャーがいての時はスタメン外れる機会が多くて、そんな時でもスタメンで使ってもらえるようにならなきゃいけないっていうのがありましたけども、はい、あれですか、自分から監督に言えっていうアドバイスがあったっていう。ありましたね、はい、お前は左ピッチャー切れ、はい、なんだ打てないのかみたいな、うん、でやっぱりそこには金額があるわけですよ。はいはいはい、はい、レッツがだって左ピッチャー打てないやつに2プラットンする選手に何億も積むわけないと思ってるわけですよ、うんうんうん、そしたらそれを左立たない原因としてはお前が出たくないって言ってんじゃねえのかって思われることに近かったと思うんですよね。だから別にそうじゃなかったんですけど、だからこそさっき言った話ですけど、やっぱ悔しさとかもあるんですよ、うん、言いに行けって言って話したことはありますよ、向こうからも言ってきたし、やっぱ気は使ってくれてたんでね、うん、ただまあお前勝負よりも打てる、左ピッチャーを得意とするバッターが今チームにいるからっていう話はされたんですよ、うん、それ以上何を聞くのか、うん、あとはもう僕の中で、うん、じゃあ使ってみろって言うのって結構横暴だと思ってて、それはもう意思としては大事で出さなきゃいけないと思うんですけど、逆からすると使いたいと思わせるような打席を要は見させてないわけですよね、うん、じゃ全く左立ってないかって言われたらそうじゃないですか。あ、まあそうか、そうですよね。右で行って2本とか打ってる時、うん、まあ途中でそれでも変えられる時ありましたけど、うん、じゃあ左で感じのいいやつをポン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 打っててれば、その1打席でさえもチャンスって出てくるわけですよ、うん、結局それをチャンスをつかみきってないわけですよ、まあ、右の時はまともに打ってないんですけど、より左の時は高くね、うん、そうするとやっぱりじゃあ4打席左こいつやってなんかチャンス埋めそうですかって、うん、それは首脳陣も思うし、うん、だそれを思わせるだけのものを自分で出せなかったっていうことだろうと思ってるので、あのバッティングコーチが3人いたんですけど、はい、まあ、大体バッティングピッチャーが向こう、あのバッティングピッチャーね、バッティングコーチか、はい、バッティングコーチがいて、バッティングコーチが投げることが多いんですけど、うん、あえて左のピッチャーの人の時に入れてもらったりとか、ずっと試合中の練習とかも、はい、右ピッチャー投げてるし、右ピッチャー出るの分かってるけど左ピッチャーで練習してました。それはこう、まあ、感覚もそうだし、まあ、感覚って、まあ、左を立つことによって右が少し楽に見えることもあるし、それに対して右だけ打つことを考えて右しか打たなかったらもう左自分で立とうとしてないじゃんって。うん、そっかそっか、周りにもそう見えちゃいますよ、ね、そう見えちゃう、うん、じゃなくて俺は左立つ気あるよっていうのはそこでも見せてるし、で他 の, しあの選手はほとんどやるんですけど、僕はミックスでやってましたんで、もうほぼ実践で、はい、まっすぐスライダー、うん、でそれがすごい器用なやつだったんで、まっすぐもスライダーもシュートもカットも投げるみたいな、カーブも投げるみたいなバッターのバッティングコーチだったんで、それを利用し、させてもらってとか付き合ってもらって、あのやってましたね。ここはそういう見せ方しかないな、うん、口でやるよりも俺は左で立つ準備をしてるぞと、うんうん、絶対見てないわけないんで、うん、でそれで立った時に立つ、まあ左ピッチャー右で打つよりも左で立つことがもしかしたら来年以降とか重要かもしれないですよね、レギュラーでずっと出ていくためには。